ハロー。ハロー。エブリブリ。ハロー、アロー、森で会おう。今ね、このエイムズショットライザーのダッチャコンが斬撃音に聞こえるねっていう話をしてた。何本目の動画だよ、もう。もう知らん。知らん、知らん。もしかしてブランコの時点でもう前後編に分けるかも。いやいやいや、5日目ぐらい。3、4、1、2、3、5日目ぐらいずっと5日6日これなの。やば。え、前後編に分けないとしたら4日。ああ、そうね、4日だね。4日5日目ぐらいか、この動画が。なんかこうなってくるとなんかヒルとか怖いよ。なんか一回俺テントウムシに噛まれたから、なんか巻いたことあるような気がする。ギャンティー、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 なんなのあいつ。地味になんか詐欺広告で人気キャラだよね、ギャンティー。なんなら一番名前知られてるよね、そういう時ね、詐欺系で。バーチャル YouTuber 系で、ケンティー、なんかケンティーの派生とかめっちゃ思われてたけど、なんだかんだケンティーだよ。あー、派生。ここどこだ、めっちゃ重そうじゃないこれ。確かにね、いつか来てみようぜ、うん。マニー、マニー、マニー、マニー欲しい。マニーってなんだっけ。お金。池？誰だよ、声でやつ。疲れたよね、もう。なんならもうみんなさ、うん、俺が動画やってるってことみんな忘れてるよね。もう俺のメンバーだと思ってるよね、絶対。絶対に違うんだけどな。そう。なんならもうゲストなんだけどな。もう純レギュラー化してるよね。もうやべじゃん、つかさくんじゃん。つかさくん、ああ。ジオの？あれ？遠回りしてね。絶対してる。ケンティー。なんなのあいつケンティ。分からん。はあ、でみんなどうだったかな、気づいてくれたかな。一番最初のさ、おばあちゃんが言っていたの。どこをオマージュしているのか。めっちゃオマージュできてると思うんだけどさ。アップされたの見てみてよ。俺たち時間からしたら結構かかると思うけど。何日後に上がるんだって。そう、何日後に
上がるんだっていうね。そう、もともと上がるはずの動画も含めると何日ぐらい忘れてんじゃないかな。そう。こっちから行けそうだけど。行くかこっちから。絶対怖いよね。絶対その方がいい気がする。ちゃんとあら、ちゃんとあれ、ちゃんとあれ。怖え。キャンティーキャンティーンっていう雑誌ありそうですね。キャンティーン、何そのセブンティーンみたいな。セキャンティーン、マジであったらちょっと笑っちゃう。で、あのキャンティーが乗ってるっていう、ケンティー独占雑誌。怖い。絶対買わない。ケンティーって言ったらもうヨボラさんなんだけど。なんで？なんかケンティーのことを取り上げてたから。ヨボラさんね。ヨボラって言ったら焼肉のタレね。ツッコミ系 YouTuber から。サプリ系になってる。なんか前っていうか昨日だっけか、うん、忘れたけど、謎解き見てたっけ。昨日の後で。そう、再放送やってる。あれめっちゃ好き。首や首首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 あれめっちゃ好きなんだよな、うん、面白くない？めっちゃ面白い。久々に見て懐かしいと思って、また見たくなっちゃった。あの頃にも見たくなっちゃったっていうね。あとあれだよね、最近で言うと怪物くんとか。あー、そこら辺の時代に戻りたいな。怪物くん何年だっけ。何年だっけ。2013 15、うん、そんぐらいだと思うんだけど、そんぐらいの、ね、あの年代だと思う。2010だっけ。2010とかだっけ。そんぐらいだよね。そんぐらいで多分テロップに出てると思う。2010年代前半だよね。そう、多分テロップに出てる。なんだっけ、にあの肉まんっていう子いたよね。あ、肉まんって呼ばないでください。肉まんとは、肉まんとは、肉まんそれの後か。そういう時に使ってください。あの頃のタツオミくんめっちゃ可愛いよね。あー、わかる。あの頃の肉まんちゃんっていうのかと思った。もうあんなにイケメンに成長しやがって。そしてオタク動画どんどんね。あれね、そう、ウルトラマンジャスティスが発表されたらめっちゃツイッターで発表してた。あ、あ、ヒッて赤飯炊かなきゃ。で、しかもジードにジャスティスのクリスタルだっけ、うん、を持たせて、ジャスティス、なんでって。そう、タツオミ君があれだからさ、うん、ショーのジードまでそういう方向に走ってるのを受けるよね。そうなの。そう、なんかなんかツイッターとかでよく回ってくる。例えばなんかジャスティスが向こうの方にいるじゃん、うん、そしたらカメラに向かってで、なんかジードがキューンみたいなポッとしてた。タツオミ君の人格入ってきてちゃってんじゃん。もうあれは朝倉陸じゃなくて、と
浜田達夫みたいになってこんなとこになんか旗があるの怖くね。お祭りでもやってんのかな行ってみようか行ってみようか。どうぞ。ここまで戻ってきた。そうだね、さっきのことこでもう場所バレてもんね、大体、うん、そう、この動画が広まらない限り分からない人は分からないから。こっちやん、うん、旗行くの怖いんだけど、あんまこっち行った覚えがないかな。俺もなんか山ん中にテント建てたい。確かにテント建てたい。マイクラやりたい。あ、今行けないじゃんと。私有地ですので土地禁止です。私有地なの。じゃあ帰ろう。え、あれじゃない、こっちじゃない。あ、この金網の中がじゃん。そういうこと。どうし、もう行け。追い出されたら追い出された。傷つけようって感じだね。立ち入りを発見したもん。でもここじゃない。だって竹林一帯って書いてあるから、竹林はあの竹ここしかないじゃん。あ、怖い。大丈夫です。呼ばれたら呼ばれたら。だってそこにも立ててあるってことは、こっち、少なくともこっち側は違うってことでしょ。じゃあこの金網の中で来んなよ的な、来んなよって。で、竹を取ったらあの警察呼ぶからなっていうことじゃん。だからここはちょっと通ってもいいよみたいな感じじゃないかな。あ、そうですね。だってこれにこれが貼ってあるってことはそういうことだよね。うん。あ、キウイか。お稲荷さん、挨拶しておこうか。違うか。そう、あの、もしよろしければ YouTube の収益をお願いします。あの、勝手に動画にさせていただいて何なんですが、よろしくお願いします。あ、あの朝日日向、あのここピンを入れるんですけど、あ、もしくはカットなんですけど、住所は。よろしくお願いします。どうか私たちの願いを叶えてください。よろしくお願いします。 YouTube の登録者がたくさんつきますように、最低でも1000人は欲しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
出した、突然占っていいですかだっけ、突然占っていいですかだっけ、でさ、あの住所と本名を言うの大事って言ってたから、多分絶対カット、あのライダーカッティングだから、マジで言ってたかな、ガチ住所だから、だっけ、緊張しすぎて何も覚えじゃない、今のもうピーじゃん、何が、うん、バンって言っちゃったから、ああそうね、言ってたもんね、バンチと、名前を言うのは大事、神様も全知全能ではないから名前を言ってもらわないと、みたいな、どこの、どこの誰だいってなるからね、そう、叶えたくても叶えられないっていうから、だから皆さんも住所と、名前は忘れずに、忘れずに、水が流れてる、じゃあもうそろそろ終わりますか、ね、さあ皆さん、高評価とチャンネル登録、高評価とチャンネル登録よろしくです、どうですか、あの二人の河野長旅、このシリーズね、好評だったらまたやりますんで、そうですね、はい、次どこ行ってとかも受け付けます、そう、受け付けます、そう、まあ、だいたいね、時間とお金と心に余裕がある限りは行きますので、もしかしたら、あなたの町にも行くかもしれません、そうですね、だからそのためにもお金が必要です、だから、少しでもお金を儲けるためにあなた の, 高評価とチャンネル登録が必要です、なのでよろしくお願いします、ということで、チョーバイバイ、日本人はね、あれだよね、お金の話はあんまりしたくない節はあるけど、大事ですから、そう、大事ですから、まあ、帰りますか、さあ、腹減ったからなんか食おうか、そうだな、腹減ったわ、じゃあな。